阪神が新外国人選手の有力候補に挙げていたウィリン、ロザリオナ内野手、28イコール韓国、ハンファとの獲得交渉で大筋合意に達したことが1日、分かった。ハンファの保有権が切れて交渉解禁日となったこの日、電撃アタックを仕掛けて一気に交渉を進めた模様だ。韓国球界で2年連続打率3割、30発、100打点以上を記録。 待望していた4番候補の加入は何よりの朗報だ。虎のロザリオが誕生する阪神は12月1日、新スケットの有力候補としていた大砲に電撃アタックを仕掛け、スピーディーに交渉を進めた。ロザリオは11月中までは所属していた韓国、ハンファに保有権があった。交渉解禁日となったこの日、一気に話をまとめたとみられる。 12月1日付人事で就任した洋子を球団社長はこの日、新スケット野手の補強について、着実に進んでいると谷本に聞いている。あと少しだと聞いていると説明同じく1日付で就任した谷本球団副社長及び球団本部本部長はロザリオという名前こそ明かさなかったが、いよいよ解禁となるので、身分紹介とか手続きを始めたいなと思いますとした。 二人とも交渉が大詰めを迎えていることはクラに認めていた。谷本球団副社長は相手側との接触については、これからですねと話すにとどめ、まだ何も決まっていないので、あまり焦らせないでくださいと苦笑いも浮かべていた。ただ、球団は楽天、オリックスなどでプレーした補正、フェルナンデス氏をドミニカ共和国でのパイプ役として、水面下で同国ウィンターリーグの情勢もチェック。 交渉解禁日から迅速に動き、電光石火で大筋合意を取り付けた模様だ。来週中に担当者がドミニカ共和国に向かい、正式契約を結ぶ見通しとなっている。4番候補の獲得は今オフのも重要課題だった今季は来日1年目のキャンベルが不発に終わり、シーズン途中に獲得したロジャースも期待値からはほど遠い成績。 両スケットとも今季限りで対談の流れとなったそれだけに一発の匂いがする大砲を喉から手が出るほどよくしていた。韓国球界で2年連続打率3割、30発、100打点以上を記録しているロザリオは、理想像にぴったりの存在だった。金本監督はこの日、新スケット野手獲得の報告について、まだ、ないと話し、外国人選手には一つ、 ポジションを空けますからねと朗報を待ちわびていた。メジャー球団、国内他球団も関心を示していた中での大筋合意。虎に一足早いクリスマスプレゼントが届く日は、近い。ウィリン、ロザリオ1989年2月23日、ドミニカ共和国ブナを生まれ。06年にロッキーズ参加のルーキーリーグでデビュー。 11年9月6日のダイヤモンドバックス戦でメジャー初出場。メジャー実動5年4月4日7試合中、保守で323試合のほか、1塁で62試合、3塁で3試合出場。16年から韓国、ハンファでプレーテン180センチ、99キロ。右投げ右打ち。